こちらが S 情報局、こちらの時間です。毎日暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやもう本当に暑いですよね。帽子や傘がないと外に出られません。そうですね、はい、外出するときには必ず熱中症対策をするようにしてください。そして水分補給、塩分補給も忘れずにしてくださいね。それでは市内で活動する団体を紹介する浦安ナウをご覧いただきます。男のまかないと申します。会員数は22名でございます。平成20年にできましたので、今年で10年目になります。基本的には浦安市内の男性の方でございます。だいたい定年されまして、言ってみれば年金受給者の方ということでございますね、はい、趣旨としましては料理に取り組みたい定年後のですね、男性の方を対象に参加者全員が仲間という意識でもって平等の精神で強要されたものは何もない、楽しく自由に活動したい、これが趣旨でございます。まかないという表現でございますけれども、実際には料理を3品ほど月に1回みんなで、アイデアを出し合いながらやっておるということでございます。特に決まっておりませんけれども、和洋中いろいろなものをやっております。季節にもよりますし、またいろいろなアイデアを出していただく方のそのご提案に沿ってやっておるということでございます。私どもこの総合福祉センター2階の調理実習室というところで、毎月第3土曜日、午前中9時半から12時半ということで月に1回、これは例会と称しておりますけれどもやっております。先ほど申しましたようにご趣旨ご賛同いただければご見学可能でございますけれども、私の方にご連絡いただければと思います。今日も元気でとことんまかない。続いては健康についての話題です。後藤さん、はい、生活習慣病って知ってますか？はい、よく耳にしますよね。糖尿病とか高血圧とか食べ過ぎやお酒の飲み過ぎ、あと運動不足とかでなっちゃう病気ですよね。そうですね。その他、心臓病や脳卒中、そして日本人の死因で一番多いがんも生活習慣病に含まれるんです。生活習慣病は日本人の死因のおよそ5割にもなるんです。え、そんなに多いんですか？でもなんかいまいちピンとこないんですよね。今のとこ元気ですし。自分ではそう思っているだけで、体が我慢しているだけかもしれませんよ。生活習慣病って最初のうちは自覚症状がないんです。気づかないうちに病気になってるってこともあるんですね。それから内臓に脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満に、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が重なった状態をメタボリックシンドロームと呼びます。メタボリックシンドロームって単に太ってるってことじゃないんですね。そうなんです。メタボリックシンドロームはすぐに手を打たなければならない状態を示しているんです。そこで浦安市では特定健診の受診を呼びかけています。特定健診？はい、特定健診を詳しくご紹介するために浦安市国保年金課の稲葉さんにお話を伺います。稲葉さん、どうぞ。どうぞおかけください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず特定健診とはどういったものでしょうか？はい、特定健診は内臓脂肪の蓄積に着目した生活習慣病を予防するための健診です。対象となる方は浦安市の国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方となります。対象者の方には4月上旬にピンク色の封筒で受診券を送付しておりますので、ぜひ受診の方をお願いいたします。
それでどんな検査をするんですか？はい、特定検診ではおへその高さで腹囲測定を実施します。その他に身長、体重、血液検査、尿検査、問診なども実施します。検診を受けてもしも良くない結果が出たら自分ではどうしたらいいかわからないんですが、はい、検診の結果により必要な方には生活改善のための特定保健指導をご案内します。保健師、栄養士が健康づくりをサポートしますので、案内が届いた方はぜひご利用ください。それからよく知らなかったんですが、がんも生活習慣病になるんですね。がんは遺伝性のものやウイルスや細菌などの感染が原因のものもありますが、タバコなどの生活習慣によるものが多いので、生活習慣を改善することで予防できるそうです。がんにかかる可能性は年齢とともに高まりますが、特に働き盛りの女性では同世代の男性と比べてがんにかかる割合が大きく上回っています。特に乳がんは日本人女性の11人に1人がかかると言われています。そうなんですね。稲葉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。稲葉さんはまた後ほどご登場いただきます。では続いてがん検診について健康増進課の高橋さんに伺います。高橋さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。まずがん検診ですが、特定検診と一緒に受けることはできるんでしょうか？がん検診は特定検診と一緒にも受診できます。手間も省けますので一緒に受診することをお勧めします。対象の方には無料で受診することができるがん検診受診券をお送りしています。年齢によっては対象となるがん検診が異なりますので、届いた方は中身を確認してください。がん検診ではどんな検査をするんですか？肺がん検診では胸のレントゲン撮影、大腸がん検診では便に血が混じっているか確認をする検査、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査は血液検査、子宮がん検診は内診と細胞診、胃がん検診ではバリウム検査または内視鏡検査、乳がん検診では視触診とマンモグラフィーまたは超音波検査となります。検診場所については胃がんの内視鏡検査、肺がん検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査、子宮がん検診は市内の医療機関で受診できます。胃がんのバリウム検査と乳がん検診は健康センターで集団検診となりますので、お早めにお申し込みください。がんの検診って大切なのは分かるんですが、もしがんが見つかったらと思うと怖くていけないんですが。そういう方も多いようです。しかし定期的にがん検診を受け、早期にがんを発見できれば治る確率も高くなります。がん検診は誰でもちゃんと受けた方がいいんですね。忙しいという人も将来その時間の何倍もの時間が治療に取られてしまうかもしれません。初期の対応が大切ですので受診するようにしてください。ではもう一度稲葉さんに加わっていただきましょう。稲葉さん、皆さんに検診を受けていただくのにこの時期がちょうどいいと伺ったんですが。はい、今暑い時期ですが、この時期は比較的医療機関が空いていて予約が取りやすい状況です。例年10月から12月にかけて受診者が集中しますので、早めの受診をお願いします。今回は特定検診とがん検診について稲葉さんと高橋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。特定健康診断に関しては国保年金課まで、がん検診に関しては健康増進課までお問い合わせください。続いては食卓はシェフの味ですね。はい、今回は浦安ブライトンホテル東京ベイの今村料理長がキャラメルパンナコッタを紹介してくれます。
では今村料理長、よろしくお願いいたします。お願いします。今村料理長はこちらブライトンホテルに5月に料理長に就任されたということで、はい、今回はキャラメルパンナコッタを作っていただけるとお聞きしておりますけども、はい、材料はどんなものを使いますかね。牛乳と生クリームと、はい、砂糖と、ゼラチンを使って、キャラメル風味のパンナコッタを作っていきたいと思います。はい、もうこれだけで大丈夫なんですね。はい、大丈夫です。はい、まずは、砂糖を、溶かして焦がして、はい、いく工程をやっていきましょう。はい、フライパンを、まず温めていただきます。はい、ちょっとずつ分けて溶かしながら、次の砂糖を入れて溶かしていくようにします。中火で溶けてきました。溶けてきましたね。なら少し溶けてきたら次の砂糖を少しずつ入れていきます。はい、真ん中から混ぜるようにしていただいて、はい、焦げないようにかき混ぜていくわけですね。透明になりましたら、はい、砂糖を入れていくような形。なんかべっこ飴のような甘いいい香りしますね。まさにその通りです。はい、でここで、溶かしてしまえば、あとはキャラメル状になってきましたら、はい、あ、だいぶこのこんがりした香りがしますけども、こんな感じです。はい、で牛乳を入れていきます。はい、飛び跳ねないように少しずつ牛乳を入れていってください。あとやっぱ急に、ね、冷たいの入れると跳ねたりするのでね、はい、気をつけてほしいですよね。ご存知で、はい、見事にキャラメル色になりましたね。で生クリーム入れます。はい、もし、ご家庭で手鍋で、やる場合は、はい、生クリーム、牛乳、残りの砂糖も全部一緒にして、はい、温めておいてもらっても大丈夫です。あ、はい、で残りの砂糖も入れます。ここで全ての材料が入りました。で一度、沸騰させます。はい、ここまで、このぐらいで、はい、はい、そしたら、はい、火口から外していただいて、外してゼラチンを入れます。はい、ゼラチンはこちらをお水に、はい、20分ほど、20分ほどで、はい、ふやかしておいたゼラチンに入れます。もう温かい中に入れるともう溶けるんですね。はい、でこちらの方をあと、はい、裏ごして、はい、冷やしていただきます。これだけですか？はい、あっという間にできますね。はい、ハンドブレンダーこちらで開いていきます。出来上がったものに強制的に空気を送り込んで、口どけ滑らかな、パンナコッタを作っていく作業を今行っています。はい、さらに美味しくするプロのコツというのを、はい、こちらの方を紹介させていただきます。はい、お願いします。あともう量はお好みで、はい、ご家庭にあるフルーツをちょっと飾って、はい、酸味と甘みと苦味と、あと可愛らしさと、可愛らしさも、はい、フルーツは大きく切った方が美味しくいただけます。大きくしかも切った方がすごく見栄えもいいですね。テントウムシさん、あら、こちらは何でできてるんですか？チョコレートでできてるテントウムシになるんですが、じゃあこちらで、はい、キャラメルパンナコッタの完成です。はい、ウェイスブライトンホテル東京ベイ1階のスイーツコーナーレーンズには、パティシエおすすめの季節感たっぷりのさまざまなスイーツやホールケーキ、自慢のブライトンオリジナルのスイーツです。ホテルでのくつろぎのひとときに、またお土産やギフトにいかがですか？続いては子どもの防犯についてです。ご覧ください。夏休み、子ども同士で遊びに行くのって楽しいですよね。でもその帰り道、ちょっとした油断で怖い思いをしてしまう、犯罪に遭ってしまう、そんなことがないように、普段から自分が住む地域の危険な場所、安全な場所がどんなところかを知っておくことが、防犯対策の一つになりますよね。そんな対策を子どもたちに伝えたい、子どもたちの安全を守りたいと、イベントを通して防犯対策を行ったのは、ここは日の出南小学校の教室、親父の会が中心になり、日の出南小安全探検隊を行いました。入りやすい、すごい入りやすい場所、ね、入りやすい場所ってすごい見えてるから安全っぽく見えるけれども、逆に言えばどんな人でも入ってくる、それから見えにくい場所、
見えにくい場所っていうのは分かる？分かる、うん、誰か怪しい人が来てもなかなか 見づらいっていうところまで。見慣れた地域でもどんなところが危険でどんなところが安全か、目線を変えるといつもと違って見えてきます。この安全探検隊はそんな場所を自分で実際に見て防犯マップを作ろうというもの。まずは危険な場所、安全な場所はどんなところかを学びました。先日も浦安市の重要なお知らせメールで不審者情報がありました。富士見の路上で自転車で帰宅途中の女子生徒が駐車車両の脇を通り過ぎようとしたときに車から降りてきた不審者に腕をつかまれそうになったというものです。昨年千葉県警察に寄せられた不審者情報のうち13歳未満の子どもを対象にしたおよそ1200件を分析した結果、被害に遭った年齢が一番多いのは9歳、次いで12歳、10歳と続きます。被害に遭った時間帯を見ると下校時間帯である15時から17時台が全体の 65% を占めています。被害に遭った場所を見ると路上が7割を占め、公園やマンションなどの敷地内も少なくはありません。人通りの少ない道は不審者が待ち伏せしやすく声をかけやすい。公園は一人だと木の陰やトイレに連れ込まれやすい。マンションなどは駐車場や踊り場、エレベーターなどで被害に遭うケースもあるといいます。浦安警察署の警察官の話、子どもが犯罪から身を守るためのイカのお寿司とひまわりについて聞きました。イカのお寿司は知らない人についていかない、車に乗らない、危なかったら大声を出す、怖かったら大人のいる方にすぐ逃げる、どんな人が何をしたのか家の人に知らせる、危ない時や変なことに遭いそうになった時に覚えておきたい言葉です。ひまわりは怖い目に遭わないために気をつけなくてはいけない4つのポイントです。ひは一人だけになるところ、まは周りから見えにくいところ、和は分かれ道、脇道や裏道の多いところ、利は利用されていない建物や公園、危険な場所を見分けるための言葉です。話を聞いたら実際にその目で見て確認です。危険な場所、安全な場所を確かめて写真を撮っていきました。親父たちも子どもたちに防犯の意識を持ってもらいたい、考えてもらいたいと、ここは危険、安全、あの場所はなど問いかけながら地域を回ります。木の陰、普段は気がつきませんが自分の足で見て回ると思った以上に危険と思われる場所がありました。もしもの場合、助けを求めたり逃げ込んだりできる場所も。そして危ない目に遭いそうになったら大きな声を出す、そんな練習もしました。学校に戻ってきたら自分の身は自分で守るために頑張ったご褒美に、お父さんお母さんからかき氷の振る舞いです。撮影した写真を地図に落とし込み、地域の防犯マップを作りました。家の近くだから大丈夫、いつもの道だから怖くない、一人になっても平気、変な人が来ても逃げられる、犯罪は関係ないことだ、そんな油断が怖い思いをする可能性を高めてしまうのです。そして子どもたちを犯罪から守るために、地域の大人たちも高い防犯意識を持つことが大切です。この機会に子どもと大人とみんなで防犯について改めて考えてみてください。続いて市内の出来事をご覧ください。7
7月13日には健康センターで健康推進員と一緒に骨パワーアップ調理実習。これは健康な骨を作るために効率的に手軽にカルシウムが取れる料理を学ぼうというものです。講師は浦安市健康推進員。今回作るのは中華風おこわと水菜とリンゴの白あえです。まずは健康推進員がお手本を見せました。中華風おこわは干しエビや干し椎茸などを使ったもの。説明を聞いたら早速調理のスタートです。中華風おこわのポイントは干しエビ。この食材に含まれるカルシウムの量は数ある食品の中でもナンバーワン。少ない量でも効率的にカルシウムを摂ることができる食材なんです。その量はシシャモ 60g が 198mg に対し、干しエビは 10g 710mg も入っているのです。続いては水菜とリンゴの白あえ。こちらも最初に健康推進員がお手本を見せました。この料理のポイントは泡立て器で手軽に作れる白あえで、プラス1品におすすめの料理です。こちらの料理は中華風おこわ以上にあっという間に出来上がりました。2つの料理が完成したら試食。さらにカルシウムを摂るコツなどの話も聞きました。この調理実習は9月4日に堀江公民館、9月6日には高須公民館で行います。また12月にも美浜、中央、富岡、東大島公民館で開催する予定です。予約制の講座ですので電話か窓口でお申し込みください。また健康推進員の募集も行っています。詳しくは健康増進課までお問い合わせください。7月14日には双葉保育園の夏祭り。これは皆さんで子どもたちの安全を守ってほしいと、保護者だけでなく地域の皆さんも参加するイベントです。オープニングは東小学校の吹奏楽部の演奏でスタートしました。園庭での演奏、周りには地域の方、園児の保護者など多くの人が集まりました。続いては浦安高校ダンス部と保育園の子どもたちによるよさこい。子どもたちと大きなお姉さんたちとのコラボレーションダンスです。双葉保育園の夏祭りにはさまざまな模擬店も出店。この日もうだるような暑さだったため、かき氷には行列ができていました。お祭りの定番はポップコーン。夏野菜や桃などの販売も行われました。室内では空気鉄砲の射的、上手に当てることができました。じゃんけん大会は保育園の先生に勝って一番になると豪華商品がもらえるとあって、みんな勝つと大喜び、負けると悔しそうでした。夏祭りの目玉は保育園の子どもたちや地域の方たちの協力で育てている畑に立つかかしのコンテスト。10体以上のかかしは浦安消防署、郷土博物館、浦安高校、東海大学浦安高校中学校、浦安中学校、ご近所の老人クラブなどが作ったもの。さらに今年は山形県からもかかしが参加しました。これは夏祭りに来た皆さんがお気に入りのかかしに投票し、どれが一番人気だったかを決めるコンテストです。今年1位になったのは実り保育園のかかしでした。この日双葉保育園に訪れた皆さんは夏祭りを楽しむことができたのではないでしょうか。7
8月22日には文化会館で浦安子どもミュージカルの講演会。これは浦安で活動するミュージカル劇団浦安子どもミュージカルの13回目の舞台、浦安市浦安市教育委員会が公演したステージです。今回の演目はピエロ人形の歌。この作品は劇団の代表作で、愛と優しさ、思いやりをテーマにした感動物語です。出演した子どもは26人、下は小学校2年生から上は中学校3年生までが舞台に立ちました。はじめまして、およそ1年間稽古を積んできた成果の発表です。多くの人が見守る中、上演されたミュージカルピエロ人形の歌。26人の子どもたちにとって、会場に足を運んだ人たちにとって、素敵な講演会になったことでしょう。いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちうら、次回はご覧のラインナップでお送りします。最後に浦安フェスティバルについてのお知らせです。はじめまして、浦安フェスティバル2018実行委員会の須藤彩と申します。同じく実行委員会の畑野敦と申します。よろしくお願いします。毎年シンボルロードを中心に市内外の多くの方で盛り上がる浦安フェスティバルですが、浦安フェスティバル2018が今年も開催することが決定しました。今年の浦安フェスティバルは9月の15日土曜日と9月の16日日曜日の2日間にわたって開催いたします。浦安フェスティバル2018のテーマはふるさとを感じろに決まりました。毎年稚児行列など多くの市民の皆さんが参加をしてくださっていますが、今年は海をテーマにしたメインパレードといった新たな試みで、もっと多くの市民の皆さんを招きたいと思っています。ロゴマークもいよいよ完成しました。それがこちらになります。こちらのロゴは、浦安で活躍される花咲書道家の永田サレンさんに書いていただきました。女の子にも受けそうなロゴになってますね。皆さんに浦安フェスティバルの情報をお伝えするために、浦安フェスティバル2018公式ホームページを開設しました。その他、私たち実行委員会の日々の活動を皆様にお届けしたいと思い、公式の Facebook ページ、そして Instagram を使っての発信もしています。皆さんぜひチェックしていいね、シェアをお願いいたします。今年の浦安フェスティバル市民参加型という形を継続しております。また、イベントの募集もたくさんしております。特にこのよさこいソーラン前田浦安前、今年も実施いたします。ぜひ皆さんふるってご参加ください。浦安フェスティバル2018シンボルロード総合公演新浦安駅前、浦安駅前ということで、新町、中町、元町をつないでイベントを、開催しております。皆さんに楽しんでいただけるように今絶賛準備中でございます。私たち実行委員会も、普段は会社員をやっていたり、お店を営んでいたり、そんな一般市民が夜な夜な集まって熱く議論しながら作っています。そんな実行委員の動きにも注目していただけたら嬉しいです。浦安フェスティバルは見るもよし、食べるもよし、参加するもよし。9月15日、16日は皆さん浦安フェスティバルにぜひ来てください。待ってます。さあ、今回は検診についてお伝えしましたが、後藤さんいかがでしたか？はい、そうですね、やっぱり健康でいるためにはまず検診を受けてしっかり運動もしようと思いました。そうですね、楽しい毎日を過ごすためにもまずは健康からですもんね。皆さんも特定検診、がん検診を受診するようお願いします。それでは次回もお楽しみに。